自信があるので、いろんな人に使ってもらえたらなって思ってます。私が予想していた以上に、まあ、反響があって、まあ、正直、まあ、びっくりしました。前原龍二の前向きチャンネル。県では食品関連製造業の稼ぐ力の向上に向けて、商品開発や販路拡大、また営業力の強化や効率的な生産現場づくりなどに取り組む企業を支援しています。その名も食品関連製造業リーディングカンパニー創出支援事業の経営力ステップアップ支援です。鹿屋市ののどかな田園風景の中に佇むこちらの企業、県の支援を受けたということでお話を伺いました。野菜を畑で育てたものを、乾燥を中心に加工を行って販売までする6次産業を行っている会社です。9年前から販売している商品なんですけど、なかなか売り上げが伸びきらなかったりとか、でも海外では人気な商品なので、もっとより良くして販売していきたいなと思って、今回この事業に応募しました。オキスが受けた支援は商品ブラッシュアップコース。専門家のアドバイスのもと、商品コンセプトや商品企画の見直し、ブランド作りなどを行います。料理研究家の方だったりとか、デザイナーの方など様々な方の声を集約して、どういう感じに使ってくださいねとかっていうのをパッケージに載せて、もっとみんなが使いやすいようにしました。楽しみです。自信があるので、いろんな人に使ってもらえたらなって思ってます。一方こちらは鹿児島市南栄にある大橋製茶。同じく県の支援のうち営業力強化コースを受けました。まあ、県外のお茶屋さんの下請け的な仕事が多かったんですけど、やはり自社ブランドで新しい販売チャンネルを開拓するためには、展示会に参加するのが、まあ有効であるっていうふうに考えたんですけど、いかんせん、展示会に出たことがないということで、そのノウハウが全くない状態で、どういうふうに商談を進めればいいのかとか、どういうふうに展示をしたらいいのかとか、まあ一から全てご指導していただいた感じです。まあ、デザート的な粉末商品の開発っていうものを推し進めまして、やっぱりよそのお茶屋さんにない商品ということで、実際試飲もすごくしていただいた中で、私が予想していた以上に、まあ、反響があって、まあ、正直、まあ、びっくりしました。県では昨年度に続き、食品関連製造業が行う商品開発や販路拡大、営業力の強化などの取り組みに対する支援を行います。詳しくは県ホームページをご覧ください。前原龍二の前向き宣言。県の支援で前向きな企業が増えることを期待しましょう。今回の県の支援をきっかけに、前向きに商品開発に取り組んでいきます。一人でも多くのお客様に喜んでいただけるような新商品をどんどん開発していきたいと前向きに思っております。